まだ見つからないの？ああ、見つけたらすぐに始末してやるのによ。ダメよ、勝手な行動は許さないわ。そう固いこと言うなって。とにかく俺は早く誰かをぶっ殺してんだ。今すぐにでもな。そうそう、ヤツの正体が分かるまでは油断しないことね。あいつが俺たちの脅威になると分かったらどうする？その時は目玉をくり抜き、生皮を剥いでじっくりといたぶって殺してあげるわ。聞いてるだけでゾクゾクするぜ。いたの？ああ、見つけたぞ、冒険者ユージ。暗殺対象リストに俺の名前があった以上、リクアルトにとどまるわけにはいかないからな。もう他の町に行っちゃうんですか？ああ、ちょっと事情があってな。どこかおすすめの町はあるか？そうですね、あ、ボギニアなんてどうです？ボギニア？魔物防具の名産地なんです。ヘイマーのユージさんにはぴったりな街ですよ。ボギニアで魔物防具を買うならガイゲルさんのお店がおすすめですよ。とても腕のいい職人さんなんです。ちょっと気難しい方ですが。わかった、行ってみる。次はどんな街だろうな。美味しいものがあるといいです。だそうっすね、楽しみっすね。みんなパワーアップできそうだな。ユージ、誰かに見られてるよ。ああ、分かってる。見つけたぞ、冒険者ユージ。ユージのこと探してたみたい。おやおや、のんきにお休み中かよ。やっぱり今のうちにやっちまうか。言ったでしょ、冒険者の不審な死をギルドが怪しんでるって。それにユージはまだ暗殺対象の候補でしかないわ。そんなもん、殺してから本物の暗殺対象だったことにすればいいじゃねえか。好きにしたら。ただし私に殺される覚悟があるならね。分かったよ。でもよ、やつはどう見たってただのテイマーだぞ。だったらさっさと次の暗殺対象のとこに行こうぜ。今日一日ユージを監視して教団の脅威にならないと判定できたらね。ちゃ、冷酷非道の救済の蒼月様が様子見か。やはり救済の蒼月か。リクアルドを離れて正解だったな。物騒な連中だし、今すぐにでも倒したいが、俺を追跡中の状態では俺がやったと疑われてしまう。暗殺対象候補から外れる必要があるな。ボギニアか。テイマーだから魔物防具を買いに来たんでしょ。やっぱりガイゲルの店だわ。最高峰の魔物防具屋よ。ユージは相当な実力者なのかもしれないわね。遠くて動きが見えにくいわ。
ユージは魔物防具を目利きして気に入った魔物防具を見つけ値札を見た。金が足りなくて店員に追い払われ諦めた。男にぶつかってマジか。屋台の前に来て小銭が2枚。食料を買う金もないのか。スライムを集めて小銭を拾っている。そんなことにテーマの能力を。あれでも暗殺対象候補か。さすがにもういいだろう。もう少し様子を見たいわ。もう一押ししておくか。ラッシュブルの討伐か。さほど難しい依頼ではないな。まあこれで一応ユージの実力を見極められそうね。よし、始めるか。今回は攻撃魔法をなしで戦うぞ。なんで？あっさり倒したら俺が強いと思われるだろう。なるほどですぞ。でもどうやって戦うんすか？ブラードウルフ、俺の職業を知ってるか？もちろん、テイマーっす。じゃあテイマーは普通どう戦う？おい、そりゃテイムした魔物を戦わせるっすよ。そういうことだ。期待してるぞ、ブラウドウルフ。俺っすか？いや、無理無理、俺っす。どうやら威嚇しているみたいだが。魔力とわみ。何か言いたいのか。魔物意思疎通。助けて、殺さないで。いや、そんなつもりはないんだが。いやすいませんおっと、こんな雑魚狼の分際で襲いかかって本当すいません。だから殺さないで、もう何でもしますから。お願いですから助けてください。とりあえずテイムしていいか。はい、喜んで。
そんなに強かったか。まあ言わないでおくか。お任せください。あんな雑魚ども俺がやっつけてやりますよ。あの狼意外とやるな。ってことは奴のテイマースキルも侮れないかもね。いかんな、高評価を受けてしまった。ヒール。見かけ倒しかよ。あいつも大したテイマーじゃなさそうだな。よし、評価が下がったぞ。いいだろう、何度でもかかってこい。何度でも倒すまでだ。この調子だと日が暮れるな。魔力強化、物理強化。やりすぎたか。調整が難しいな。こうなったらブラードウルフにも。魔力結界、物理ユージさん、やめてください。ん？これは魔物と魔物の真剣勝負。今回だけはユージさんの助けを借りるわけにはいきません。いや、だが俺は誇り高き狼のクラウドウルフだ。そこそこやるじゃねえか。でもあんな雑魚相手に苦戦してるようじゃ大したことないわね。よし、なんとかごまかせたみたいだな。ユージさん、検証か。うまく切りすぎたか。あいつ剣なんか持ってたか。いや、もしかして剣召喚が使えるの。スライム、構えは素人そのものだったが、剣筋には全くブレがなかったわ。わけがわからねえ。どうだ、あいつは俺たちの脅威になると思うか。
ユージはただのテイマーね。ああ、俺も同意見だ。殺せないのは最悪だがな。じゃあ、早速報告に行きましょう。うまくいったようだな。スライム、戻ってきていいぞ。ユージ、まだ話してるよ。次の任務は司祭殺しか。楽しみだぜ。なんて名前だっけな。名前は…今日一日、冒険者ユージを監視しましたが、教団の脅威には全くならない人物かと思われます。ご苦労だった。だが別の脅威が教団に迫っている。メシアス村が消滅した。メシアス村が？ああ、全てを浄化する炎が発動したようだ。つまりメシアス村を全滅させようとした者がいる。それが次の暗殺対象ですか？わからぬ。だが裏で糸を引いている可能性はある。奴は昔から抜け目のない男だったからな。すでに新たな計画も進行中だ。お前たちは暗殺対象を探り。承知しました。頼んだぞ。この汚れた世界に救済を。次の暗殺対象は危険だと分かれば、その時はいいんだよな。問題ないわ。司祭を、司祭シュタイルを抹殺しましょう。やはり野放しにはしておけないな。これでひとまずはシュタイル司祭も安全だろう。だが、なぜ救済の蒼月が司祭を？しかも知り合いだったようだが。いらっしゃい。あ、お前昨日の貧乏人。いや、金は持っている。テイマーなんだが、こいつらの魔物防具を探していてな。は？スライムに？帰れ帰れ。ガイゲルさんの防具はスライムなんかが使える代物じゃねえんだよ。おい、何をしてる？親方。この男がガイゲルか。いや、スライムのテイマーが一丁前に防具を買いたいって言うから。勝手なことをするな。俺の防具を誰に使わせるか、それを決めるのは俺だ。スライムのテイマーってのはお前か？ああ。この大バカ者が！こいつらは今までうちの店に来た中で一番強いぞ。え？一目見ただけでえらく高評価だな。だがあいにくこの店にはこんなに強い奴らが使える魔物防具は置いてない。そんなに強いか？こいつらが使える魔物防具を新しく作るしかないな。作ってくれるのか？ああ、いいだろう。ただ一つ問題があってな。